森下人丹旧本社工場森下人丹株式会社は大阪市中央区玉作りに本社を置く医薬品製造企業である略称は人丹緑会の会員企業であり三和グループに属しているコーポレートスローガンは100年人生を応援する創業者の森下博士が1893年2月11日に大阪市東区にて薬首相 森下南洋堂を創業したのが発祥である。1905年から今日まで発売され続けている人炭の製造元としてその名を知られている。上部に人物が描かれている人丹の商標で知られているが、描かれている人物は軍人ではなく大礼服姿の外交官である。商標の外交官は健康を世界に運ぶ外交官にという創業者の思いが込められている。 現在は、かつての主力商品、銀粒人炭のコーティング技法を発展させることで、開発した最先端のシームレスカプセルを用いた、食品会社からの受託製造と、ビフィズス菌を使用した食品、化粧品、植物エキスを主成分とするダイエット食品、健康食品の製造、販売を主な事業内容としている。銀粒人炭の原料でもある。 小薬成分の研究にも力を入れており、それを活かした食品会社への原料の供給等も行い、最近では日本コカ・コーラへのローズヒップエキス供給のほか、デンマーク産ホットドッグ、ホールドバケットの販売事業等も行っている。1910年当時の幹部人団創業5周年、記念写真の区別の広告。1904年10月30日の 大阪朝日新聞の広告に再色を施したもの。その他、宝塚歌劇団の雪組メンバーを同社が過去に発売していたクリスタルデュー・マイルドのイメージキャラクターに起用していたことがある。この他、関西ローカルではあるが朝日放送で2000年頃から数年間20時55分頃に放送の ABC ニュースのスポンサーを担当していたこともある。ありがとうございます。